特発性膀胱炎で一番多い要因っていうのがストレスなんですね。あらら、猫ちゃんにもストレスがかかってるんですそういうことか。です。はい、ストレスかかっが、てなく見えますよ。そうではないんですね。いろいろやっぱり彼らもストレスを抱えながら生きているんですね。年金は大丈夫あ、かなそういうとことか、です。この間の闇営業大丈夫かなとか、いろいろストレスが。そういうことですね。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は猫にとっても多い病気、膀胱炎について松山市の一色動物病院、一色和幸先生に詳しく教えてもらいます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。松山市清澄にある一色動物病院、ログハウスの動物病院だよ。今日は一色動物病院の一色和幸先生に伺います。先生、猫ちゃんの疾患で多いものにまず挙げられるのが何かありますか？膀胱炎ですかね。やっぱ多いんですか？多いですね。保険会社さんの調べですと、今のところ一番トップに疾患としては入ってくるそうですので。腎臓かどっちからかなとは思ってたんですけど、はい、腎臓疾患よりも膀胱炎が多いというふうに言われています。今日はね、お悩みの猫ちゃんと飼い主さんが今テレビの前で見てると思うんですよ。バッチリと教えてください。はい、わ、はい、かりました。一色先生、はい、目の前に用意していただいたこれは何でしょうか？じゃあこれはですね、今日ちょっと急遽作ってみまして、先生手作り、はい、もう手作りフリップ芸人芸人じゃないか先生、芸人というわけでもないですけどもまあそれに近い形で、はい、イラストも先生が、イラストは僕の僕画伯なんで、あ、はい、画伯、はい、よいしょ、はい、ですね、猫の膀胱炎っていうのはどういうものか、区分ですね。実はここにある猫下部尿路、疾患、FLUTD っていう、アルファベットの頭文字を取った名前がついているんですけれども、こちらの中の一つが膀胱炎。下部っていうのは、はい、上部もあるんですか？上部はですね、やはり腎臓とか尿管といったところですね。膀胱から下が下部だと思ってもらったらいいですね、はい、内臓の位置的なものですか？そういうことですね、はい、2種類あるんですか？そうなんですよ。細菌性膀胱炎と特発性膀胱炎っていう2種類があって、それが頻尿、何回もおしっこ行ったりとか、血が赤いおしっこが出てたりすると、これ猫ちゃんも生理があるのかなって勘違いされてる飼い主さんいると思うんですよ。あるんですか？猫ちゃんもですね、発情期に出血がある子はまれにいるみたいですけれども、ほとんどないので、はい、出血があった場合は膀胱か、あるいは腎臓からの出血だというふうに考えていただいていいんじゃないかなと思いますね。生理じゃないですので病気ですよ。
じゃあ本当によく観察してないといけないですね、はい、お掃除するときに、はい、まあ、そういうことですね。トイレの掃除などの時はよく観察してもらいたいですし、あと猫ちゃんの行動自体もその頻尿というのが、あ、さっきトイレに行ったのに5分もしてないのにまたトイレに入っているというようなことがあれば、あ、これはちょっとおかしいと思っていただいた方がいいですね。わ、思い当たる飼い主さんいらっしゃると思いますよね。え、日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。細菌性の膀胱炎に関して、ちょっと説明をさせていただきたいと思うんですけれども、まあ、細菌性というぐらいですから、あの細菌バクテリアが原因になっているんですね。それと膀胱内に結石があって、それが膀胱の粘膜を傷つけることで細菌感染を起こすと、まあ、こういったパターンのものとあります。まあ、その細菌性の膀胱炎なんですけれども、尿の匂いですね、はい、あのいつもよりなんかおしっこの匂いが臭い、うん、そういったことも、症状の一つになることがありますから、飼い主さんはやはり先ほども言ったようにトイレの掃除のとかの時になんかいつもと違う匂いしてるなといったことを気づかれたら、ちょっと、はい、気をつけた方がいいのかなと思いますね。はい、で、まあ、そういった細菌感染っていうのはやはり、自分の免疫力が下がってしまった状態の時も起こりやすいので、年齢が高くなったシニアの猫ちゃんだったりとか、あと猫エイズに感染して、猫エイズウイルスに感染している、猫ちゃんなどはやはりあの多く発症しやすい病気だというふうに言えますね。で、まあ、治療としては、まあ、単純なものであれば大体抗菌薬だとか止血剤などを使えば、まあ、1週間以内ぐらいで治ってしまうことが多い。男の子の場合はちょっと要注意でですね、この石、まあ、結晶がですね、砂みたいな感じのものなんですけれども、ずっと通って尿道を通ってこの先の方で詰まってしまっていることがあるんですね。チンチンの先の方で。そうです、はい、で、ここはですね、尿道があの女の子に比べて細くてですね、またカーブしているので詰まりやすいんですね。で、詰まってしまうと当然ながらおしっこが出ないわけですから、うん、そうするとですね、もうここの膀胱がパンパンになって、はい、もうで腎臓の方からですね、あのここがいっぱいになってもおしっこはたくさん作られてるわけですよね。どん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 、ね、はい、そうすると何が起こるかっていうと、腎臓の方に、おしっこを待ってくれというふうに言うわけですね。逆流みたいな。そうですね。でも腎臓はやはり体の中の血液の、ろ過をして汚れを出そうとしているわけですから、あ、それがとどまってしまいますと、うん、いわゆる尿毒症という状態に、体の中に毒素がいっぱいになっちゃうんですか。はいはい、ですので治療が遅れるとあの尿毒症を起こして死亡することもありますから、男の子の場合は特に、おしっこが出てないなと感じたら、あのすぐに病院に行ってもらった方がいいですね。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神楽動物病院は猫ワンを応援しています。
今日は松山市の一色動物病院一色和幸先生に猫の膀胱炎について伺っています。男の子の場合は特に、おしっこが出てないなと感じたらすぐに病院に行ってもらった方がいいですね。その前の段階で、この子はそういう危険性がないのかどうかっていうのを調べておいた方が、それはもう全然健康な時にですか。そういうことですね、はい。まあ、これは男の子も女の子もどちらもなんですけれども、はい、まずはですね、尿の pH ですね、酸性アルカリ性っていうのを調べます。石ができやすいのかどうかっていうところまで分かります。その石がないかどうかの確認もできますので、尿検査というのはもう生後半年とかそれぐらいでもいいので早めにしておいた方がいいです。この子はちょっと気をつけた方がいいですよっていう場合はフードを選ぶということも必要なことになりますよね。で、市販一般的に売られているフードはいろいろ表示もあるんですけれども、ドラッグストアとかスーパーとか、はい、コンビニなんかでも最近並んでますけど、はい、はい、そうですね、猫ちゃんの尿路結石に対応してますよなんて書いてますけれども、カブ尿路なんとかって書いてます、ね、はい、書いてますが、基本的にはですね、やはり動物病院で、買ってもらうフードでないと、きちんとした対応はできてない、できてない、はい、ですので、これは表示が批判のもので書いてあるから大丈夫って思ってしまってそればっかりしてると、やっぱり尿路結石を起こして詰まってきちゃったって猫ちゃんがたくさんいるので、あ、かわいそうですねそういうのはちょっとかわいそうなので、やはりやるんだったらしっかり病院で、指示されたフードを使ってもらった方がいいんではないかなと思います、ね、猫ちゃんってでも飽きっぽいんですよね、はい、で動物病院で、ね、処方してもらったフードでも飽きて、はい、安いフード食べさせたらガツガツガツって食べたりするんですが、はい、例えば混ぜたりするのってどうなんですか。他のフードとは混ぜない方がいいと思います、混ぜるとしたらそういった尿路結石に対応している動物病院で出しているフード同士を混ぜたりとか、あるいは缶詰とかパウチタイプのものだったりとか、それも動物病院で売られてる、そういうことですね、ちゃんとしたやつを、はい、まだその症状がない猫にもあげちゃっていいんですか。そうですね、これに関してはちょっと難しい部分もありまして、尿 pH を下げるフードっていうのは、その種類にもよるんですけれども、ナトリウムの量、塩分量が多くなってたりするものも中にはありますから、水を飲ませるためにね、そういうことですね、そういうものはずっと使い続けると腎障害を起こしてしまったりすることもあるので、何でもないのにそればっかり食べさせていいっていうわけでもないんですね。で最近はでもそういった腎障害も起こしにくいフードも増えてきてますから、健康診断でちょっと尿路結石を作りやすい疑いがあるよということでしたら、もう早めに食べさせていってあげた方がいいんじゃないかなと思います。ご飯もその下部尿路疾患の原因ってことはあるんですか。もちろんご飯が原因というよりもその子の体質でによって、その下部尿路疾患が出てきてしまうかどうかが、はい、その体質によって変わるので、だから同じものを食べててもみんながその、病気になるとは限らないんですね。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ハンディを持つお子様へ。テログループで IT を学びませんか。建築家になってなれるかも。夢を広げるテログループ。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。次はですね、先ほどもありましたけども特発性膀胱炎。特発って突発的にってことですか。いや、そうではないんですね、はい、ちょっとよろしいですかね。あ、出た、はい、じゃん、えっとですね、
特発性膀胱炎って言いますけれども、はい、特発性ってじゃあ何ですかって聞かれたら、まあ、何ですかね、原因が特定できない、うん、不明という意味なんですね。だからなんでか分かんないけど起きてしまった膀胱炎、まあこれがですね一番実は多いんです。下部尿路疾患において、60% は特発性膀胱炎だというふうに言われています。細菌感染でも何でもないけど分かんないけど膀胱炎になってるよ。そうですね、一番多い要因っていうのがストレスなんですね。あらら、はい、猫ちゃんにもストレスがかかってるんですか。はい、ストレスかかってなく見えますよ。そうではないんですね。いろいろやっぱりあの彼らもストレスを抱えながら生きているんですね。年金は大丈夫かなとか、そういうことです。この間の闇営業大丈夫かなとか、いろいろストレスが、そういうことですね。あ、ストレスの原因が、はい、ストレスの原因、要因ですね。これがどういったものなのかっていうと、まず皆さんよく2頭目3頭目って飼われている猫ちゃんね、あのお家も多いと思うんですけども、この多頭飼育というのはかなり大きなストレスになりえますね。で、なぜかというと猫はですね、もともとやっぱりあのまあ一匹狼とまでは言わないですけれども、あまり群れを作らない、家族ではいたりしますけれども、もともとその、トラとかライオンも一緒ですが、 あんまり他の動物、草食動物のように群れを作ったりしない動物なんですね。ですので他に血縁関係がないのに一緒に暮らしてたりとかっていうのは、やはり相当ストレスに感じていることが多いんですね。やっぱり縄張りというのもありますし、お家の中で自分よりもあいつの方が先にご飯を食べるんだとか、そんなことを考えてるんですか。はい、はい、あいつの方がなんかトイレに、あいつがトイレに入ったらその後使いたくないとかですね、そういったことをやっぱり考えてるみたいなんですね。かなり知能は発達してるんですね。もちろんです、はい、ですのでやっぱりあの多頭飼育、特に、新しく猫ちゃんが来た時っていうのはすごくストレスに感じてるみたいです。もともといた子はあのもうあまりストレスにはならないかもしれないんですけども、後から来た猫ちゃんに対してはやっぱりなんだあいつはと、俺の縄張りに入ってきやがってっていうふうなことがよくあるみたいですね。それがストレスになっていると。で先住猫ちゃんが病気になる。あ、そういうことですね。まあお互いですけどね、新入りさんも、ね、はい、そうですね、はい、まあ、そういうこともあります。それからですね、うん、はい、あと運動不足、うん、これもですね、まあ、お家の中ではやっぱりこう十分な運動ができてないことが多いんですよね。でだらだらしててそれが猫なんじゃないんですか。いやでもやっぱりその狩猟本能みたいなものもあります。捕食って言いますけれども、何かを捕まえて食べるっていうあの行動が本能的にありますから、まあ、それでその猫じゃらしで遊んだりして、まあ、ストレスを発散している部分もあるんですね。そういう本能を満たしてあげることが大事なんですね。ところがやっぱりそのお家ではあのずっと寝ているからそっとしておこうっていう感じで、うんうんうん、飼い主さん的には、まあ、その方が幸せなんじゃないかなと思って、はいはい、まあ、あのそのままにしてしまってるんですけど、はい、まあ無理やりっていうわけでもないでしょうけど、遊ぶ気があるならちゃんと1日10分でも15分でも遊んであげて、運動させてあげた方がいいです。で10分でいいんですね。10分でもいいです。もうほんと5分でもいいです。5分でいいですよ、はい、5分でもいいです。でその運動不足を解消してあげれば、まあ後でもちょっと出てきますけども、肥満っていうことも解消できるようになりますよね。やっぱり肥満も実は尿路結石だったりそういったものを引き起こす原因になっているので、あそこに関してもやっぱり運動不足っていうのはあの解消してあげないといけないのかなと思いますね。あとはやっぱりトイレですね。でトイレもあのきれいにしとかないと自分で、きれいに掃除できませんから、猫ちゃんたちは。そうするとやっぱり汚いところではしたくないっていうのがやっぱりあるんですね。ですからあの、まあ、トイレほっといても2日に1回でいいやなんて思ってると、それが原因で膀胱炎を起こしたりっていうことに、トイレを我慢しちゃうので、はい、なってしまうということもありますから、ちゃんと毎日きれいに掃除、こまめに掃除してあげないとダメですね、はい。うん、それからあと、まあ、環境の変化、まあ、引っ越しをしたりとかですね、まああの同居猫ではなくても新しい人が、同居の人が人間が増えたりとか、
あるいはなんか急に騒動しく騒音が出るようになったとか、音はすごくね敏感なので、そういったこともあの環境の変化としてストレスになってきますので、まあ、 あの人間にとっては些細なことでも猫にとってはすごく大きな変化だったりしますので、はい、そういったところも気をつけてあげた方がいいかなと思います。憂鬱性排尿困難っていうのがあります。これはですね、さっき出てきた尿路結石で排尿困難になっているのではなくて、おしっこはちゃんと出てるんだけども、おしっこしてる時に泣いてる、はい、すごくなんか痛そうな感じ で何度も何度もトイレ行くけれども、その度ごとに痛そうに泣いてるといった パターンですね。でこういったものだったりとか、あとはあの不適切な場所への排尿、水飲み場でやってます、はい、そういうことですね。うわ、そういったところで、すると何か文句があるからこういったところにしてるんじゃないかなっていうふうにして飼い主さん思われてることもあるんですが、実際は特発性膀胱炎になっていて、おしっこがしたいのになかなかできないし、でもここだったらしてもいいかなみたいなのでしてることがありますので、ちょっと辛いこともあるので気づいてあげましょう、はい、特発性膀胱炎というのはすごく、再発性だったり慢性になることが多いんですね。ストレスの原因を減らしてやるってことは大事です ね、 ですね、まあ、ストレスの原因を減らすというのは、うん、まあ、もちろん大事なことですし、はいはい、あと憂鬱性のあの場合はですね、痛みをやっぱり減らしてあげないといけないので、あのおしっこをするとき泣いているようなときは、まあ、早めにやっぱり病院に連れて行って、あの鎮痛剤とかそういったものを使ってあげた方が、これちょっと辛いので、はい、ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても、息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。下部尿路疾患の予防方法ということでちょっとまとめてみました。1番ですね、食事とおやつなどには気をつけるということですね。やはり獣医さんに、フードの相談はしてもらった方がいいんじゃないかなと思います。特にですね、まあ、その特発性膀胱炎だったりとか細菌性膀胱炎の子っていうのはやっぱり尿路結石を起こす可能性も多いので、はい、あんまりですね結石の材料となるようなカルシウムとかマグネシウムを含む、例えばジャコですねとか煮干しとか、うん、海苔とかですね、そういったものはあまりおやつとしては適さないので、例えば、はい、猫用の鰹節とかっていうのはどうなんですか。いや、あまり良くないですね。そうなんですか、はい、猫用の煮干しとかっていうのも、はいはい、まあ、結局煮干しなので良くない、ね、マグネシウムとかありますもんね、はいはい、もうそこはあまり人間用も猫用も変わらないと思いますから、こういう疑いのある猫ちゃんにはあまりあげない方がいいと思います、うん、はい、分かりました、はい。それからあと水を飲ませるように工夫するということですね、うん、はい、これもやっぱり排尿をたくさんすることで細菌を追い出すこともできますし、結石を予防することもできますので、水はたくさん飲んでもらった方がいいんですね。人間と一緒ですね。そうです。これは、ま、うん、ミネラルウォーターとか市販のやつとかとはどうなんですか。ね、まあ悪くはないんですけれども、ただヨーロッパの方のお水、エビアンとかですね、あっちのお水はですね、硬質が含まれているんで、ミネラル分がたくさん入ってますね、はい、なので、そういうのは尿路結石を起こしやすい原因になったりするので、ちょっと気をつけた方がいいです。日本の水なら別に構いません、うん、ただまあ水道水でも、水道水を、はい、まあろ過したやつなら、はい、もう、ね、もう全然問題ないと思います。わかりました、はい、あと流水しか飲まない子が結構いるんですよ。蛇口をひねってちょろちょろ流している、ね、あれしか飲まない子がいるので、
そういう場合はちょっと水道代のことは心配になるかもしれませんけれども、ずっともちょろちょろでいいので流しっぱなしにしてあげたりとか、最近はそういうグッズもありまして、流水にちゃんとできるような水飲みも出てたりしますので、そういったものを買ってもらったらと思いますので、はい、はい、あとですね、大きいトイレを用意してください。大きいトイレ、大きいトイレといっても体の 1.5 倍ぐらいでいいです。あとよく上に屋根のついているカバーのついている、こんなやつね、砂が飛ばないようにということで、しているトイレがあるんですけど、あれはね結構嫌がるんです。嫌がる子が多い、はい、なのであれも入らない要因になってしまうので、できればもう砂が飛んでもいいか、飛ばない砂もありますので、はい、固まらない砂ですね、はい、のもありますので、そういったものにしてですね、上には何も覆わないようなトイレにしてもらったらと思いますね。多頭飼いの場合はやはり1頭につき、1個トイレを用意してもらった方がいいと思いますし、はい、まあ、その子の相性もありますけれども、それをよく見て、あと遊びですね、まあ、ひいては飼い主さんとのコミュニケーションですね、うん、やっぱり飼い主さんと触れ合いたい、スキンシップ取りたいと思っている猫ちゃんも多いんですね。ですけども、それができてなくて、それがストレスになっている子もいますので、愛おしいですね、まあ、口に出さないだけでやはりこう抱っこしてもらったりとか、そういうのも実は欲している子も多いですから、今一度観察しながらですね、そういったことも満たしてあげれればいいんじゃないかなと思います。まあ、体重管理、やっぱりその太っていると、まあ、スパイラルなんですけども、運動不足になります。動かなくなりますし、で動かなくなると膀胱の中で、結石ができやすくなったりとか、あるいは膀胱の中で細菌が繁殖する原因の一つにもなりますし、あと動かないと、肥満になって動かないと水も飲まなくなるので、そうするとまたさらに膀胱炎を起こしやすくなる。喉が乾かない、そういうことですね、うん、で、まあ、あと、まあ、定期的な健康診断、こういうのもしっかり受けてもらったらと思いますし、すでにその、膀胱炎を起こしていたりとか尿路結石があったりして、投薬治療とか食事療法している子なんかは、こまめに病院に相談してもらって、継続するのかどうかっていうところまで、はい、きちんと病気と相談してもらった方がいいですね。なるほど。この間勧められて、このご飯あげてるけどずっと続けてあげててもいいのかなっていう相談もいいですね。はい、先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、大和動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
また見てね。